こんばんは。もう、ねえ、なん、え？ちょっと待って、ちょっと待って、あ、いや、どっか行った。やべえ、ちょっと待って。はい。はい。はい。え、待って、あれだよね。聞こえてたんだよね。待って、変なこと言ってないよね。待って、あれ。あれ？変なこと言って。嘘、なんか、あれ待って。もう本当にさ、ちょっと待って。本当に顔が熱いんですけど。ね、待って、どっから聞こえてたんだろう。え、待って、ちょっと待って、変なこと言ってないよね、僕。Meanwhile。すいません、あのナチュラルに作業してました。ミュートしてました。おはようございます、マルポルカです。よろしくお願いします。うん、ミュートだし配信を遅れてるし、ちょっとびっくりしちゃった今。ほい。あ、フリアン先輩だ。こんぬいこんぬい、えっと思った。オッケーオッケーオッケー、ぬい。かわいいんだけど、ぬい。あ、やべ、寝てる。言われてさ、素材集めに来ただけなので気にしなくて大丈夫です、だって。レア先輩。レア先輩。あ、そうなんですか。あ、わかりました。はーい。気にしなくて大丈夫です。一緒に、ペコランドに行こうよ。すいません。変なこと言いました。あ、おーって来てる。あ、やばい。ちょっと待って、誘っちまった。やばい、超陽キャなんだけど。え、待って、どうしよう、陽キャすぎる。やばい。これ、ね、行く？ね、やばい。なんか、おいでよ、ペコランドみたいな感じになってる。予定とか用事とかあるよね。すいません。白樺のとこ一列だけ。あ、な、これは二人の会話かな。二人にしか伝わらない会話かな。あるよね。あの、バイト先とかでもさ、海外のさ、方のさ、バイトの方もいらっしゃってさ、海外の方がその母国語で二人で喋ってたりするとさ、なんか僕だけ、何の話してるんだろうみたいな。ペコランダド、わいよいところ。え、もしかしても行ったことある？あ、今、事務所作って、すいやせん。どうすればいいね、みんなどうすればいい、これ、なんて言えばいい、これ、ナンパ失敗、これ失敗してる、これ、なんて言えばいい、なんて言う、振られたね、待って、振られたかもしんない。ね、これ、振られた可能性ある。ちょっと、待って、ど、落ち着いて、はい、落ち着、え、お騒がせしましたで、OK。あ、わかった。ね、待って、でも急にお騒がせしましたって言ったらなんか拗ねてるっぽくね。はぁ、来てくんねえのかよ。お騒がせしました。みたいな感じじゃない？大丈夫？ペコランド行くのかな？事務所の白樺だよ。ポルカと話してるから平気？既読するより平気？ちょっと待って。お騒がせしました。行ってきます。自分悩んどるよ。ポルカも悩んどるよ。元気に悩んどる今日も。ああ、牛さんたちが。ねえ、みんなね、これさ、ねえ、なんかさ、はあ、来てほしいのに、はあ、一人にするんだ。まあいいけどね、みたいな感じじゃない。大丈夫。オッケー。これ、平気？怪しい？行ってきまーす。あ、行ってきまーすにする？大丈夫？本当に？え、ね、お騒がせしました。行ってきます。わら。ね、これ、わら。
草生やしといていいかな。これ草生やして雰囲気出しとく。ちょっとお騒がせしました、行ってきます。わら、これでいいか。鳥さんか。お騒がせしました、行ってきます。お、どうやって行くんだろう。怒られないかな。大丈夫かな。あの、怒られないけど、なんかやべえやつじゃねえかな。もうだからこうやって突然さすが何にも考えねえんだな。お前もそうなんだろう。こっち見んなよあんまり。すいませんでした。誘われた上で返事しないで勝手についていくってもうめっちゃ面白くない。お、やっぱ本当に出口なのか。これびっくりしょー。ポルか。どうもポルか、お前来てくれたの。一緒に行く。頑張れ、負けるな。頑張れ、いいぞ。頑張れ。何この距離、心の距離か待って、この距離心の距離じゃない。プルカちゃんもさ配信中だよね確かね。すいません、完全にお邪魔してしまったかもしれません。さん、どうしようかないんのかな、ね、このビーコンの光を光からチラチラと見て、これもしかして見送りに来てくれてんの。どうしたんだろうあれ。早く行ってきなよ。頑張れ頑張れ、負けるな。頑張れ、応援してるから気をつけてね。心の距離なんじゃないのこれ。だって僕が離れたら近づいてきて、僕が近づくと離れるみたいな。これ見送りに来てくれたのかな。ありがとう、ありがとう。わかるんだ。というそれがわからないということは君はようだな。陰には惹かれ合うものがある。そうだろうポルカ。早く行けよいやこれ一緒に行った方がいい感じなのかな。一緒に行かん行ってきます。来た。行ってきます。バイバイ。このゲートから
らっしゃい。来てる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 、こっち見てるって。あれこれ何、すげー、え進んでないし進めよ、ネームプレートが見えてんぞ。じゃあポルカこっちから行こうかな。え、なにこれ、え、もしかして一緒に一緒に行ってくれたりする感じなのかな。いや待って、でもこれ見送りかもしんないしもうこういう時誰どうしてんの、陽キャって普通こういう時どうすんの。あーポルカ行こうって言うわけ、信じられん、全く別の生物に感じる。あ、どこ行った、消えたんだけど。何これ、え、で、出して出して出して出し出して助けて助けて、あ、いる、え、もしかしてポルカ飛んでないのに、あ、ここまで来たらもう逃さんぞ。一緒に行く？降りるの？ああ、とんでもねえな、ここ。なんなら今一緒に行ってるよ、これ。ここまで来たらもうそういうことだよな、ポルカ。ポルカちゃん、そういうことだよね。ペロ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 、もう逃さんぞ。もう陰キャはね、ここまで来てくれたら絶対そっちだと、そっちの方向に選択肢が転がったと思った瞬間にね、突然でけえ態度を取り出す。え、あ、行く、一緒に、え、行く、もしかして一緒に行く感じ。ねえ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 、もう逃れられんぞ、これは。いやー、一緒に行くか、行くか。超わちゃわちゃしてるじゃんこれもう一緒に来てるけどつわさすればいいかな謎すぎる。あー面白いな。かけてみよう。あ、でも出ないな。気づいてないのかな。嘘です。あ、待って、行くっつってる、行くっつってる、行くっつってる。え、待って、ディスコが鳴ってる？あ、あ、出た。ポルカちゃんやん。こんばんは。こんばんは。え、一緒に見てくれんの？いや、本当はついていこうと思ったんですけど、なかなか先に行かないでなんかすごいついていこうと思って、わー、ワクワクしてたのに全然先に行ってくれない。だってさ、ポルカちゃんがさ、一緒にいてくれんのか、見送りに来てるだけなのかさ、わかんなかったんだね。わかんなかったんだね。大丈夫だよ、一緒に行こう、一緒に行こうね。みんな一緒に行こうぜ。ソリ先輩が来たわ。もうみんな一緒に行こう。待って、ヨーダン、あれ、ちょっとみんな通話に誘おうぜ。待って、クソ陽キャじゃねえか。待って、どうしよう。みんな誘おうか。ちょ、みんなで行かない？やっぱみんなで行こうよ。やっぱりもう無理だわ。みんなで行くしかないんだよ。だよね、みんなで行こうね。みんなで行くしかないよ、ほんとに。みんなで行こうぜ。まじ、ちょ、一旦ちょっと、じゃあ、オッケー、ちょっと、ソラ先輩行けるかな。ちょっと、カナタ先輩呼んできてくださいよ。僕が言ったって言っていいから。ポルカが言ったって言っていいから。ポルカのせいにしていいから。ちょっと待って、ってきて、あと2人。ソラ先輩でしょ。え、ちょっと待って、やばい、手汗かいてきたわ。時にソラメンション。ソラ先輩、あ、待って、あ、マイクラで言えばいいんだ、マイクラ。あ、いなくなってんじゃん。知らないよ。いなくなってんじゃん。なんか違うこと。いなくなってんじゃん。ないよ。いな
生ちょっと出しちゃおう。あ、ありがとうございます。ポルカポルカ、あ、ポルカちゃん美味しいんじゅ。ポルカ、あ、そうっすよ。あ、ほんと、あ、お邪魔しよう。どうも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 ありだと思うよ。ありかな。そら先輩がねえ、どうすんだよ。あー、ねえ、はいはいはい、そら先輩、ちょ、待って、ちょっとこれ挨拶だけしちゃおう。そら先、ちょっとひらがなにしよう、ひらがな。そら、そうだ、先輩、こんばんは。もうさ、なんか僕はね、さっき配信でさ、ポルカちゃんも陰のものよとか言ってね、ポルカはね、はい、陰のものだと。でもね、ちょっと違ったかもしれない。何がだよ。あれ、なんか、ポルカちゃん、すごい、あの、コミュニケーション上手いんだね、なんか。え、いや、なんかそんな、なんか僕ちょっと考えすぎちゃってんのかな。何の話、何の話、いや、ポルカでもある種陰キャよ。だからスニーキングミッションしてたから。あ、そうなんだ。え、ある種、いや、陰じゃねえだろ、めっちゃ陽じゃねえか。すごい召喚技術していい、ポルカ。え、何何何、誰、何、ポルカすごい召喚技術していい。え、待って、何何何、いいけど、何いいけど、何、先輩、あれ、もしもしもし、あー、なに、ほんとだ、超えてるのかな、超えてるよ。やべ、鼻水、すいません。あ、そら先輩、そら先輩、一緒にペコランド行きましょう。ま、え、そら先輩、こんばんは。いいよ、いいよ、やったー。え、マジっすか。え、ちょっとやばくない。え、ちょ、マジで嬉しいんだけど。すいません、なんかやばいやばい、陰のものがやばい。ちょっと夜寝たい、ちょっと寝たい。すいません、もしあれば、立ち絵とか、もしあれば。なるほど、そうだ、待ってね。すいません、全然、30分ぐらい待ちますんで。30分はちょっと長い。前に、ブレア先輩混ざってくるわ、そんな。全然。ちょっと待ってね。全然もう、やばい、みんなどうしよう、ソラ先輩も来てくれた。すごくないか、ポルカちゃん、なんて言って呼び寄せたんだ、すごすぎる。召喚魔法を使ってしまった、ポルカの MP はもう全部消えてしまった。マジかよ、ちょっと、強すぎるだろう。ちょっと待って、一旦外出よう。ちょ、一旦ピコランド外、ちょっと待って。あ、もう戻って平気ですか。ソラ先輩、もううちら入っちゃったんすよね。あ、もう即出ま、なんだこれ、何の音だ。どうやって出られんの、これ。どうやって出られんの。え、どうやって出られんの。こっちだよ、ポルカ。わかんないんだよ。今来たばっか。あ、出られたわ。あ、すげえ。音楽が流れるんだ。これはね。ま、ちょ、待って。ソラ先輩にもちょっと紹介したところだから、これはまだ。ソラ先輩、どこ、ソラ先輩、迎えに行こう。ソラ先輩、迎えに行こう。迎えに行こう、迎えに行こう。やっべ、エリトラ置いてきちゃったよ、ここ。ソラ先輩、どこですか。やっべ、エリトラ置いてきちゃった。ね、今、幸を探してます。